4月25日土曜日のマツコ会議、毎週土曜夜11時から11時30分まで日本テレビ系では、マツコを嫉妬させた美女 SP を特集する。写真を見る。美尻セレブ妻にマツコは、バーキン5個持っていた時点でヒップなんていいわって思うわとコメント。マツコがルブタン好き女性の両親に謝罪。2019年7月に放送した、大阪にある高級靴ブランド、ルブタン、好きが集まる BAR で出会ったキャバ嬢、モナミさん。当時大学生のモナミさんに、マツコデラックスは、今はいいけど、OL になったら、ルブタンの靴を買うのに給料2ヶ月分吹っ飛ぶから、告げた。すると、今のうちに買ってもらってます、とあっさりコメント。その言葉にマツコは、思わず、買う前提の私たちの負けなのよ、と漏らしていた。また、両親に仕事のことを伝えていないモナミさんが、テレビで一緒に謝ってください、とお願いする場面も。本言いながらも一緒に謝るマツコから、男の醜い部分も見ておいた方が、将来悪い虫にもたかられませんし、とフォローする。放送後、仕事のことを知った両親の反応は、を聞くため、福岡で住職をしているモナミさんのお父さんとテレビ電話をつなぎ、状況を聞くことに。セレブ妻のインスタグラム写真撮影に同行、お尻を上げて美尻になりたい人が集まるヒップアップスタジオで出会った美尻インスタ奥様のマキコさん。会社経営をしており、高級ブランドエルメスのバーキンを5個も所有しているというセレブ妻。マキコさんは、写真が趣味という夫とモデル風の写真をインスタグラムに投稿しているという。そんなマキコさんに、マツコは、バーキン5個持っていた時点でヒップなんていいわって思うわ、という。さらに、はっちゃけたババアは面白い、とコメント。その後の密着では、自慢のクローゼットや、インスタグラムの写真撮影に同行。シワ、シミを隠すマル秘撮影術も紹介。そんな夫婦が撮影中に撮れた奇跡の一枚を公開する。また、JAL の元 CA の OG の会に潜入。そこで出会った OG の会の主、谷川さんの超豪邸を訪問。自慢のイタリアの旧家をイメージしたリビングや、自慢のクローゼットを公開。宴会好きな谷川さんが、30代から集めたという豪華宴会グッズも紹介。最後に、お得意の中森明菜のデザイアを披露する、ザ・テレビジョン。